石橋は、脳の作品の一つ。獅子口をつけた後、字手の豪壮な舞が見物、林方の緊迫感と迫力を兼ね備えた秘曲が、聴き物である。なお、講談の獅子の舞については古くは陶学に由来し、世阿弥の時代には、猿学や田学に取り入れられていた。物石を尋ね歩いた、弱小帽子は、中国の西梁山の麓へとたどり着いた。まさに戦況である。 さらに、ここから、山の中へは細く長い石橋がかかっており、その先は、文字菩薩の浄土であるという。法子はを決し橋を渡ろうとするが、そこに現れた木こりは、尋常な修行では渡ることは無理だから止めておくように、悟し、しばらく橋のたもとで待つが良いと言い残して消える。ここまでが前段である。中入りに貢献によって、舞台正面に一条台とボタンが据えられ、 講談が始まる。乱女という緊迫感あふれる特殊な林を打ち破るように獅子が踊りで、奉師の目の前で舞台狭しと勇壮な舞を披露するのだ。これこそ文字菩薩の霊言である。少書によっては獅子が二体になることもある。この場合、頭の白い獅子と赤い獅子が現れ、前者は早朝に、後者は活発に動くのが習いである。 前段を省略した反応として演じられることが多い。誠にめでたい代表的な霧能である。石橋は歌舞伎にも取り入れられ、石橋ものと呼ばれる作品群を形成するに至っている。演目としては、石橋、愛を維持し、連維締など多数。いずれも、ボタンの前で獅子の前を見せるが、連維締では魔狂言を挟むなど対策となっている。ありがとうございます。